皆様お盆いかがお過ごしでしたか。私が檜広げてます。ちょっとディレクターと、はい、もう日付変わって8月の18の金曜日なんですね、はい、金曜日になった瞬間で YouTube 撮ろうと思った瞬間に実はマッコイさんとやってきて、なんか俺ら別に悪いことをしてることないのになんかやべえ YouTube 撮ろうとしてるのがバレるみたいな空気ありましたよね。別にほんで誠くんがやってきて3人で阿波踊りの映像を見、はい、小1時間ぐらい過ごしましたけど別に僕たち悪いことはやってないんですよ。で僕もなんかちょっといや誠くん今から YouTube 撮るんだっていうのが言えなかったですよね。なんかでディレクター正直あもう今日撮れないんだと思ったでしょ。ちょっと思いました、はい、でもあっさり帰ってくれましたけどね。でお盆期間中に、はい、8月の13日の日曜日に、はい、これをちゃんとご覧いただいている方だったら覚えてらっしゃると思うんですけど、僕がモノマネタレントのゆうぞうくんに、はい、ゆうぞうくんの実は後輩の方が買ったんですけどね、1650円なんです税込み、はい、150円取り忘れたみたいな、でゆうぞうくん持ってきてみたいなことを冗談で言ったら、すいません僕が実家の徳島県に帰省している間に本当に150円を払い150円をで、なんか後でスタッフ の, スタッフに聞いたらなんか お二人お連れになって3人ぐらいで、ゆうぞくんもっと売れてほしいです僕は本当に本当に応援しましょう。はい、ありがとうございます本当に。あと、はい、僕実家帰ったじゃないですか、はい、で僕は四国の徳島県なんですけど、僕の住んでる実家が四国の真ん中の方で、空港でいうと高松空港という香川県の高松の方が近いんですよ。でね、これ初めてもうこの YouTube やらせたがないんで、はい、ディレクターの僕はさぬきうどんいつもうまいとか言うじゃないですか、はい、うまい上に安いっていつも言いますよね、はい、で弟に空港まで迎えに来てもらって、弟、はい、僕、私、はい、父ね、メイク弟の娘2人、うん、5人で、弟が最近できた流行っとるうどん屋があるっつってそこ行ったんですよ、はい、でもう11時朝のね、はい、11時10分ぐらい入って、うん、まあ僕ら普通に座れたんですよ、はい、その後ずらーん並ぶんですよ。一応ね僕は長男ですし、はい、父も83歳なんで、僕が5人分のお会計するわけですよ。5人でうどん食べたらいくらぐらいだと思います。でもまあちょっと安いとは聞いてます、はい、だからね1000円はいかないとしても、うん、まあ、800円とかで、うん、85、40で4000円とか、はい、2200円です。俺間違えてんのかと思ったの。えでしかもねこれちゃんと天ぷらとか、他のトッピングもしてるんですよ。俺にだっておでんも食べてますよ。値段的にもどれか、あ、ザルショウ、あとこれが東京と違って小っていうのがいわゆる本当の1人前なんですよ。で、中がまあ言ったら2人前で、大が本当3人前で、僕も当然20代の時とかも中とか大食べてましたけど、53だからもう中もちょっと しんどかないけど、ちょっと牛丼で言ったら大盛りみたいな波が小なんですよ。で父も83だし、だから別に一杯の勝利してって言ってないですよ。好きなもんめっこりも食べろ。ほんでそれぞれトッピングもして、ザルショウがザルショウが290円だったっけ、20円ってなってますね。で天ぷら130円とかね、なんかこのトッピングも何人かしてるんですよ。150円で揚げっていうのはきつねうどんのきつねみたいな、これ5人でありますあと、すみません、いつもコメントしてくださる方に小話も欲しいって書いてたから、コメントしてくださってたから、まあ、お盆小話もしましたけど、はい、前回のととね、まあ、3万8400円使ったら、そら3万8600円だな、そらそうだろうって言うかもわかんないですけど、ちょっと惜しかったじゃないですか。惜しかったですね。いやそれもコメントしてくださってる方がね、金沢と熊本、僕ここだけがダブルでよかったんじゃないかと思ったら、うん、いや熊本のテントルイヤも欠場してるからトリプルでいいですみたいな、はい、あそこやっぱり熊本勝ちと引き分けのダブルにして、神戸と川崎にトリプル持ってったら、でも結局名古屋鹿島、ね、広島浦和外してるから結局3等なんですよ。で他の申し訳ないですけど
トト YouTuber さんと違って3等は毎年当ててますから、もう3等はいらない。今年今のところ2回3等、ね、はい、当ててます。で今回、はい、当てに行きますから、はい、でもう登録者数が別にデリケートな話なんですけど、やっぱその3万8000円いくら使うんだったら俺たちいらないっていう、うん、そんな人はとっとといなくなっていいですちゃんと、はい、でも、はい、今回は7200円で当てに行きます、はい、今回は結構自信あるんです、はい、鹿島鳥栖、これ鹿島シングルでいいです、いいでしょ、いいですガンバ大阪湘南、これ湘南がっていうのもあるけどガンバの方が調子いいからガンバシングルです。広島川崎フロンターレ、ここが多分ねやっぱ今回一番悩むと思うんですけど、フロンターレのなんか有力な選手が出ないっていう情報を、もう一個 YouTube のトトコのなんとかで知ったんで、はい、広島ガチと引き分け、ここでダブル、はい、神戸柏、鹿島も上向いてきてるけどさすがに神戸勝つでしょ。シングル横浜 F マリノスと FC 東京、これね両方のチームの主軸の外人選手出られないんですけど、マリノスこんなところで負けてるようで優勝狙えないから横浜 F マリノス勝ちと引き分け、ここもダブルです。でここ京都札幌、札幌勝ちかなと思うんですけど、ここトリプル使うんだったらここです。で横浜 FC とセレッソ大阪、これもいろいろあるんですけど横浜 FC の主力選手出られないらしいのと、セレッソさすがに勝つから勝つと思いますからセレッソ大阪シングルで、いわきベルディ、この前やきもきしたってディレクターも言ってましたよね。でもさすがにベルディも今4位だと思うんですけど、ごめんなさい間違ったらごめんなさい、もうそろそろとも思ってるし勝ちますよシングル。群馬金沢、ここも群馬今絶好調ですからこれ群馬シングルでいいです。岡山大分、ここ怪しいけど大分が、大分も同じ理由です、今3位ぐらいだと思うんですよね。大分も昇格考えたらもう負けられないから大分勝ちます。はい、ここ仙台大宮、ここ大宮が今超絶上向きになってきたからシングルとかみんな言ってるんですけど、ここは引き分けも入れといた方がいいです。で今回の J2 の一番おもろい清水対町田、1位と3位かな、ここはうまみはないけど僕は清水勝ちと引き分けと思いますけど、やっぱもう当てたいからやっぱ町田の強さも考えてここトリプル。はい、最後徳島山口、シングルしかないです、徳島勝ちです、以上今回は7200円で久しぶりに、お金をそんなに使わず、お盆に帰った時にね父と母に一応53歳ですからね、いつも1万円ずつお小遣いあげるわけです、ご両親に、はい、まあ、お小遣いというか感謝の気持ちで、でコロナで儲かっとらんねやろっつって、1万円しまわれて父ちゃんと母ちゃんの5000円ずつでええわって言われて、無駄遣いすんなって言われたんですよ徳島弁で、始末にせえみたいな、節約しろみたいな、それもちょっと加味されてますけど7200円で一等当てて親孝行とスタッフ孝行、はい、そして視聴者数、上げるたびにもやっぱ信頼と実績を取り戻すために、ね、今回やっていきます、はい、おっす。